今年も残すところあと1ヶ月。すっきりとした気分で新年を迎えたいですよね。ということで今回のテーマはすっきり収納術です。教えていただくのは株式会社ナチュラルイングの竹本千奈美さん。建築士の資格を持ち、住宅リフォームや新築設計などを手掛けながら、整理収納アドバイザーとして様々なライフサポートを行っています。竹本さん見てください、ね、立派なアイランドキッチン。素敵ですね。立派なお家でしょ、はい、私の家じゃないんです。今日はスタッフさんのお家を借りてお話を伺っていこうと思います、はい。そもそも整理収納アドバイザーとはどういったお仕事なんですか？そうですね、物を整理するというのももちろんなんですが、その物とか生活、それから心まで整理をしていって、そして、普段の生活を快適にしていくという仕事だというふうに思っています。じゃあ今日は心がすっきりするような収納術を教えてもらおうと思います。まずどこから教えてもらえますか？はい、年末年始にかけて使用頻度が高くなる、キッチンと冷蔵庫をやっていきたいと思います。ではまず冷蔵庫からということですね、はい。冷蔵庫の特徴ってありますか？はい、実は整理収納で一番難しいのが冷蔵庫だというふうに言われています。普段毎日使うところだし、細々したものが多い、そして賞味期限があるっていうところで難しいというふうに言われています。じゃあ人んちの冷蔵庫ですけど、はい、オープン。はい、はい、どうですか竹本さん。だいたい一般的な家庭はこんな感じかなと思うんですけどもね。そうですね、割とすっきりしてるんですが、うん、やっぱり細々したものが置いてたりするので、もう少し手は入れられるかなと思います。きちんと整理するためにはポイントがありますか？ポイントは4つです。詰め込みすぎない、そして取り出しやすくする、一目で分かるようにする、そして掃除がしやすいようにするっていう4つのポイントです。物をいっぱい詰めてしまうとやっぱり熱効率が悪くなってしまうので、冷えが悪くなってしまったり電気代がかかったりとかっていう問題が出てきます。とりあえず一目で分かるようにするということで、こういった100均ショップのカゴなんかを利用して、まとめていきます。まずはスタッフ総出で冷蔵庫の中身を出していきます。案外すっきりしてたように見えたんですけど、バーン、全部出しました。はい、結構ありますね。そうですね、思ったより量ありますよね。ここからいるものいらないものを分けていきます。さて分け終わりました。はい、竹本さん、こっちがいらないものということで、基本的にはどういう選び方でいらないものを決めたんですか？そうですね、賞味期限の切れてるか切れてないかが基準です。さてここからは私が先生追っかけるカメラで詳しく見ていこうと思います。まず一番最初することは何でしょう？はい、まず大物から入れていくんですが、はい、その時に、飲み物は飲み物とかっていう風にまとめて入れていきたいと思います。大きいものから最初ですね。はい、お茶、この場所というのもやっぱり意味があるんでしょうか？そうですね、背の高いものを後ろに持っていきます。背の高いものを後ろ、はい、そして今度はこういうものがあるんですが、基本的に入っていかないですね。でも、うん、そうですね、形状的にはもう難しいですね、はい、ってなったら多分別のところに入れてあるんですが、実はですね、この棚を取ってしまいます。え、棚を取ったら収納場所がなくなるじゃないですか。私はそれはちょっと、はい、そう思いますよね、でも飲み物が右左奥とかってあるよりも一箇所にまとまってた方が取り出しやすいんですよ。今の冷蔵庫って結構棚がいっぱいついてるんで、はい、それに合わせて収納してしまうので使い勝手が悪くなる。右側の開き戸は飲み物専用の開き戸になりました。すっごく見やすいですし迷いませんね。そうですね、一箇所開ければ水飲もうかなと思ってても、うん、目に入ったら、あ、これがあるんだったらこっち飲もうかなとかってなりますよ、うん、確かに。ということは消費期限が切れる前に飲み切れるってことですね。そういうことです。考えられてますね。
左の扉も同様に入れていきます。調味料などのボトル類を中心に選び、よく使うものは手前に置くなど、取り出しやすさを考えながら配置していきます。さて、調味料入れ終わりましたけど、竹本さん、私気になるドレッシングは入れてよかったんじゃないですか？ドレッシングって家族によって使うドレッシング好み違ったりしませんか？もう家族の分だけドレッシングと思ってます私は、はい、なのでカゴに入れてサラダ食べるときにカゴごと出します。ナイスアイデア、はい、お店みたいカゴごと出すので賞味期限も見るじゃないですか。見ますね。なので賞味期限切れを防ぐこともできます。ドレッシングの置き場所はいかがでしょう？そうですね、先ほども言ったようにカゴごと出しちゃうのでここの部分に入れていきたいと思います。ただし高さが合わないんですよ。いや、合いませんよ、はい、なので棚を1個減らしちゃいます。棚の数が多いと、はい、いらないものが増えちゃうんですよ。空間があると埋めたくなるというのが人間の特性なので。わかります。思い切って取ってしまいます。ずっとこんな感じで、なんか新鮮な冷蔵庫の中が見えた感じがしますね。ここでさらに細かく分類しカゴに入れていきます。分け終わりましたが、これどういう分け方したんですか？はい、例えばパン食セット、パンに塗るようなものですね。あとご飯セット、はい、佃煮とかそういったものをまとめます、うんうん、そして調味料ですね、細かい調味料を分けます。伺ったらよく朝はパンを食べるということだったので、はい、よく使うパン食セットですね。パン食セット、はい、これを手前に置きます。手前に、取り出しやすいですね、はい、そして、たまに使うような、調味料ですね、はい、細々した調味料を奥に配置します。はい、いや違います。こうですね、こうほら取りやすい。あえてこの字で真ん中を開けます。なんか勝手悪いです先生。食べ残しとか早く食べないといけないものをこの真ん中に置いちゃうんですよ。手前に置けるから見失わないですね。これだったら食べ忘れもないですよね。はあ、助かる。食品ロス全部につながっていきますね、はい、高い位置になると奥が取り出しにくいため両サイドにのみカゴを配置します。中のスペースには使用頻度の高いものから置くようにしましょう。さあ、あんなに細々あった冷蔵庫メンバーがこうです。どうでしょう？すっきり心が整いますこうやって見えるようにしておけば二度買いなんかを防げるようになるので賞味期限切れもなくなるし食品ロスもなくなるというふうに思ってください。じゃあ次は野菜室を見ていきましょう。はい、野菜室にもやはり小分けのポイントがあるんですか？そうですね、野菜基本立てる。いや、立たないね、そう思いますよね、はい、そういった時にこのよく家にありますペットボトルを利用して野菜立てていきましょう。用意するのはこちら。まずペットボトルを野菜室の高さの約半分を目安にカットしていきます。野菜保存袋を広げるようにして切ったペットボトルにかぶせていきます。さてご覧ください、はい、野菜室にもこういった野菜が入っておりました、はい、結構ですね折り重なったりとかして、うん、取り出しにくかったりもしましたね実際のところね。きゅうりくん、きゅうりはね美味しいけど足が早いんですよね、はい、きゅうりも実を言うと立てます。ほう、そしてこの保存袋、これを、うん、こんな感じで、なるほど、で、こういったクリップでも洗濯バサミでもいいんですが、はい、こういったもので上をパチンと留めてしまいます。乾燥を防いでくれますね。そうですね、基本的には、刃物は立てた方がいいですね、うん、そして、きゅうりとかも立てれるので立ててください、はい、カゴに新聞紙を広げ根菜類をまとめていきます。ちなみに
新聞紙には湿気を抑える効果があるそうです。そして、この残り物の野菜ですよね。ああ、使ったもうちょっと残ったっていう白菜ですね、はい、これは、はい、こういったものも、まとめてしまいます。はい、そうするとまとまっているので、この丸々の白菜を使う前にこっちがあるよっていうことで、うん、こっちを先に使ってしまいます。なるほど、はい、すぐ使用する食材は手前に並べます。その際、立てられる食材はすべて立てましょう。一番下に配置した根菜類のカゴの上に使いかけの野菜を配置することで、使い忘れの予防につなげることができます。冷蔵庫の収納は目から鱗でした。でも冷蔵庫の近く、キッチンも収納を教えてほしいんですけど。はい、キッチンは最短距離に配置をするというところが大事です。最短距離、はい、これまた謎です。使用する道具が多いキッチンは何をどこに置くかで機能性が変わります。鍋は大抵最初に水を使うので、シンクの近くに配置し、火に関係するフライパンなどはその近くにまとめます。仕切りを調整するなどして、なるべく物が重ならないように配置するのもポイントです。今日は冷蔵庫の収納、そしてキッチン周りの収納などを教えてもらいました。はい、まず驚いたのが、身の回りにあるものだったりとか、すぐ手に入るもので綺麗に収納ができるものっていうこと、それにも驚きましたね。片付けとか整理っていうと、まず捨てなきゃって思ってしまうと思うんですが、うん、捨てることから入ってしまうとつまずいちゃうんですね。もちろん賞味期限が切れてるとか壊れてるっていったものに関しては処分する必要があるかもしれないけれども、大事なのはあるものをきちんと分けるっていうところが大事だというふうに思っていただきたいと思います。わかりました。まだまだこの収納道が本当に長そうです。いろいろ教えてください。はい、整理整頓がきれいにできると心もすっきりとした気分になります。ミドルエイジ、プラチナエイジの皆さん、大掃除と合わせて収納を見直して気持ちよく新年を迎えましょう。